どこかで聞いたような。明智です。入れ。主犯格の死亡診断書ですね。何か問題でも？いや、何でもない。それより検察の件、ご苦労だったな。特捜部長は脳梗塞による病死で確定してます。あいつには捏造絡みでかなり動いてもらった。しっかり弔ってやらんとな。僕が回答の尋問室に入れたのもあの人のおかげですから。検察も彼の死で混乱しているようだ。後任は選挙を終えてからゆっくり選ぶさ。それにしても回答様々ですよ。おかげで僕は英雄だ。邪魔者はいなくなった。選挙の勝利も間違いない。続きまして、衆議院解散総選挙の話題です。公示日を前にして、早くも場外戦がスタートしました。公示は今月23日。投票は来月の18日に行われ、即日開票されます。選挙ね。俺ら投票できねえし関係ねえけど。そろそろ再開しましょう。回答団も再集結したし、いよいよ反撃だな。明智と黒幕の野郎によ。その黒幕は分かったのか。明智のやつ、殺した後に安心してポロリしたんだ。指導さんって。指導ってどっかで聞いたことあんだよな。警察の内部に通じてるなんて相当な権力者なのは間違いない。指導？指導正義か。それ誰だっけ。確か政治家の。ほら、リュウジが演説うるさいって言ってた。マジ？指導が黒幕？ありえるわね。え？証拠でもあるんですか？物証はないわ。ただいろいろな条件に合致する。まず精神暴走事件や官僚の不祥事で現政権がダメージを受ければ得をする。回答団に対しても批判的な態度を貫いて、選挙を目前に大衆から絶大な人気を得たしね。しかもこの選挙後で勝てば多分総理になることが確実。そんな。選挙を狙いすまして俺らをはめたのか。もし本当に黒幕なら、清廉なパブリックイメージとは正反対ね。今の地位や人気は廃人化の恩恵に過ぎないってことね。絶対に改心させる。お母さん。指導か。どうしました。あいつが関わっている気配は薄々感じちゃいた。前の仕事のつてでな。若葉の研究を潰して資料を押収したのは多分指導だ。いや、そもそも若葉が死んだのからして指導が絡んでいる。俺はそう踏んでたけど、俺は何もできなかった。双葉を守ることを選んで身を隠した。それ早く言えよ。言ったらお前ら絶対に向かって行っただろう。返り討ちに会うに決まってる。邪魔者は殺して当たり前。そんな奴だ。廃人化はもともと私が追ってた事件なの。精神暴走に関連する政府の研究を偶然見つけてしまったの。研究データの所在を追って関係者を当たっていた頃もあったわ。マスターもその一人。廃人化と精神暴走、それに指導、そして一連の怪盗団騒ぎ、全てが関係していたなんて思いもよらなかった。指導は昔から総理になると周りに言っていた。ほら吹きだと誰も信じなかったもんだが。このまま指導が総理になったら、この国も世界もどうなっちゃうの？それ以前の問題だ。信念もない自分勝手で欲にまみれた大人が大衆の頂点に立とうとしている。そん
んな腐ったやつ、化けの皮剥がしてやりゃいいんだよ。ああ、いつも通りにな。早速ナビで確認しましょう。総理候補、指導正義っと。ヒットしました。来た。手間あって当然か。場所はどこだ。政治家ってどんな頭してんの。裏金とか腹黒とかそういうイメージ。あいつら普段どこで何してんだ。生態がわかんねえ。パレスは政治家の集まる場所でしょ。ねえ、候補が見つかりました。反応した。国会が居城など傲慢にも程がある。次のターゲットは大物政治家の指導正義。もちろんそうだろ。手下より元を叩かねえと。反対のやついねえよな。もちろん。相手にとって不足はない。みんなで勝とう。敵討ちだ。満場一致だな。あとは議事堂を何だと思ってるか、そのキーワードだけだな。あのアプリなのね、私を異世界に入れたのは。おっさんにはわかんねえな。選挙前日には片付け終えるべきね。総選挙は12月18日だから17日。遺体処理の偽装がバレる前に急いだ方がいい。じゃあ早速明日から放課後議事堂に集合で。つか学校どうすんだ。死んでたら顔出せなくね。川上先生は実家の都合でしばらく帰省中って言ってたけど。学校にはそう届けてやる。じゃあ生きてんのバレんなよ。この作戦が無意味になっちまう。どういうことだ。今回の作戦には明智の手から逃れる以外にもう一つ狙いがあるんです。指導は怪盗団に罪をなすりつけて大衆を騙そうとしました。たくさんの人生を狂わせたり、学生の明智五郎に暗殺の手伝いまでさせた。そんな大悪党、改心だけじゃ生ぬるいです。警察が怪盗団のリーダーは獄中自殺って発表したのを利用するんです。死んだはずのリーダーが派手に名乗り出るんですよ。自分は脱獄した、自殺なんかしていない、むしろ悪党に殺されかけたって。関係者みんな大慌てだ。お前らそこまで考えてやったってのか。俺ら頭脳派っすから。だから実際に捕まって死んでみせるなんて危険なトリックが必要だったのね。とんでもない子供たちね。でも本当の本番はここから。まだ第一ラウンドを取っただけ、気は抜けない。ああ、打ち上げるような空気じゃねえのは分かってんぜ。俺たちを罠にはめて殺そうとするような非道で計算高い連中だ。気を引き締めていかないとな。ようやくここまで来た。お前と出会ってもう2年半になるか。当時あなたは官僚機構に対抗できる若手だと注目されてましたね。おかげで出る杭を打とうとする輩にスキャンダルを狙われた。腐った老害どもの罠にはまるとはな。その時だったな。特別な力があるとお前が売り込んできたのは、例の認知の研究を偶然かじっていなければ頭がおかしいと突っぱねていたところだ。僕はトラブル相手を暴走させてスキャンダルをなかったことにした。まさか他人の心を暴走でも廃人化でも好きにできるとはな。そんなお前が今後も支援すると言ってきた時は何が狙いかと勘ぐったものだ。志の高い思想に共鳴したからですよ。国の将来のためにもあなたの理想を成し遂げなければいけないと思った。まあ信じたからこそあの研究を強引に引き上げました。力はお前だけが使えればいい。解明されては厄介だからな。
一色若葉でしたっけ、あの研究者。素直に従えば死ぬことはなかったのに。どんな小さな懸念も根元から断つべきだ。不審な点は大概もみ消せる。何しろこちらには現役の地検特捜部長が味方してくれていたしな。呆れますよね、出世を狙って特捜部長自ら証拠書類の捏造を繰り返していたなんて。言われた時驚いてましたね、あの人。誰が漏らしたなんて。まあこっちはシャドウから聞き出したわけだから、強いて言えば漏らしたのはあの人自身かな。すでにこの国の情勢は行き詰まっている。政界には既得権益の中毒になった老人どもが未だ牙城を守ろうとのさばっている。大衆はそんな政治を見限ってもはや関わろうとすらしなくなった。このままでは破滅が待つのみだ。同感ですね。無能な奴らと一緒に滅びてやることはない。私が国家を復活へと導く。理想の達成には時に邪魔者の排除もやむなし。それが異世界の正しい使い方というものだ。とはいえ性的の死亡やスキャンダルが不審に続くと目立ちますよね。だから不審じゃなくしてやる。僕が暴走させたターゲットを僕自身が告発して華麗に解決する。あなたと無関係の事件として。カリスマ名探偵の誕生だ。おかげで私は清廉潔白なイメージをたやすく守って大衆の人気を独り占めにできる。民意さえ得てしまえばあとは勝手に各界から協力者がすり寄ってくる。警察だって例外じゃない。もともとこちらは検察の幹部を抑えているんだ。影響力を持つくらいたやすい。怪盗団が出てきた時は少し厄介なことになるかと思いましたけどね。調べてみればただのガキどもだ。全部の罪をなすりつけてしまえばいい。あなたからそのアイディアを聞いた時かなわないなって思いましたよ。怪盗人気の盛り上がりは少し予想を超えていたが、その分裏返った時の悪印象も強くなった。おかげで私はただ連中を叩いているだけで常に支持が集まってくる。折しも現政権は不祥事続きで完全に死にたい。当然だ、私が暴走させたのだからな。ついには与党内までも分裂、そして狙い通りの解散だ。いよいよだ。もうすぐ首相の椅子に手が届く。だが就任がゴールではない。ここからが本当のスタートだ。人任せで利己的な愚民のためにこの国を富国にしてやること。つまり世界と渡り合える強い国の創設ですね。皆私の思想に共鳴してついてきている。そのためには少しばかりの犠牲は仕方あるまい。それが選ばれし者である私の使命だ。しかしここまで順調に来られたのもお前の力が大きい。私が総理になった暁にはどんな願いでも叶えてやる。今回の一件で僕の名は全国、いや世界にまで轟きました。人心を操る怪人に法の力と頭脳で打ち勝ったヒーローとしてきっと語り継がれるでしょう。あとは出しゃばらず学業に励みますよ。お前くらいの年じゃそう生臭いことも思いつかんか。将来のことは考えてますがね。まあなんだ。さてと。この時お前のスマホ乗っとったろ。あれが地味に役に立ったぜ。前にさ明智のスマホにも盗聴のためにアプリ突っ込んだじゃん。つまり2つのスマホの GPS 情報が丸見えだったわけ。すると何ができるか。
お前のスマホを持った新島さえが明智と出くわした瞬間が外からでもわかんのさ。だから私が今だポチって信号を送って異世界ナビ発動させたわけ。ただ話もせずに一瞬ですれ違う可能性もゼロじゃなかった。そうならないように新島さえにはスマホを見せろっていう必要があったわけだな。何度聞いても驚きだぜ。つっても異世界ナビは謎アプリだから直アクセスして起動さすのは無理だけどさ。あれブックマーク機能あるじゃん。ブックマークボタンを押すっていう操作を起動するだけなら全然やれたってわけ。どうよ。じゃあな。学校にはさすがにしばらく行けねえな。気にすんな。今まで越えてきた修羅場に比べりゃへでもね。それに我が輩と作戦練り放題だろ。指導が生きようが死のうが正直言えば我が輩には関係ないけど、お前の敵だって思うと不思議と我が輩自身の敵だって思えてくるんだ。とことんまで付き合ってやるよ。それじゃあ今日はもう寝ようぜ。そういや双葉が言ってたけどさ、パレスでお前がピンチになった時助けに来た反応ってのはやっぱり吉沢か。ならあいつにもお前が無事なことを知らせてやらないとな。よし、ここは我が輩が一肌脱いでやる。選挙やるまでもないだろう。指導が勝つに決まってる。他にまともな政治家いませんしね。今の政権不祥事続きだったし、それに指導ってオーラありますしね。この人なら全部うまくやってくれそう的な。誰でもいいからいい世の中にしてほしいよ。結局怪盗団とかいう連中もひどいクズだったしさ。見てろよ。おい。
よーし。よし、国会議事堂に向かうぞ。くれぐれも見つかるなよ。出かけんのか？呆れたぜ。分かってんのか？見つかったら今度こそ終わりだぞ。遅くなるんじゃねえぞ。明智はいないな。早速始めましょう。パトカーも巡回してるし長居できないわ。ナビに指導正義と国会議事堂までは入れた。あとは何と思っているか。国のてっぺんで富士山とか豪邸とか。総理になってみんなを従える学校。コロッセオのような闘技場か。宮殿。全然ダメね。すぐ入れると思ったのに呼ばない方が良かったかも。あ、もしかしてパレス丸ごとバリアでガードしてんじゃね。シドって認知科学の研究奪ったわけだろ。そこに特殊な技が書いてあるとか。そんなことできるの。さあどうだろうな。私の見たノートには書いてなかった。つかシドってどんな人間だよ。全然わかんねえ。昨夜軽く調べたんだがいまいちピンとこなかった。あの人多分議員さんだよね。聞いてみる。すみません、高校の新聞部の者なんですが、ちょっとお話いいですか。はい。指導議員ってどんな方なんですか。国会をどのように思ってるんでしょうか。国のために尽くすという姿勢ですね。皆の信頼を集めてらっしゃる。決断力と実行力に優れた立派な方ですよ。政治家の鏡と言っていい。君たち若者が住みよい未来を作ってくれるでしょうね。模範解答。子供なんかに余計なこと言わないか。おい、あれトランシーバー。え、私たち？ヤバげじゃね。一度撤退しましょう。明日休みだし早い時間から作戦会議でルブラン集合でいいよね。みんな一晩考えよう。怪盗団を名乗る悪党は滅びました。しかし国民の皆様はまだ不安な日々をお送りでしょう。不祥事の連続で政治不信は増すばかり。
私は国民の一人として怒っております。よく言うぜ。真に責任のある政治家とは何か。国のことを考えず私益で動くなどもってのほかなのです。明日選挙の公示だっつうのに、どこもかしこも指導万歳だ。みんな騙されすぎ。手により没落しかけた国を救うには根本的な世直しが必要なのです。うざ。始まり頼んだぞ。へえ。お？よし。はあ。最後、ダイヤモンド鉱山。ダメね。何個外したよ。本当にバリアでもあるのかもな。だろ？喜ぶとこじゃない。
議事堂までは分かってるのに。異世界ナビにキーワードね。マスターテレビつけてくんない？指導が出てっかもだし。あいよ。明智五郎、すんました顔しやがって。では明智さん、一度メディアから身を引いたのは怪盗団を捕らえるための作戦だったと？お騒がせしてすみませんでした。正直彼らが人気絶頂の時にバッシングを口にするのは勇気がいりましたよ。実際ネットとかですごい叩かれましたし。その後怪盗団の風向きが悪くなった時、怪盗団は悪じゃないと言ったのも？あれは油断させるためです。プロファイリング知識の応用ってとこかな。よりどころをなくしたところで一番敵だと思ってたやつが助け舟を出す。これ恋愛とかの駆け引きと同じでしょ。なんであの人が正義の名探偵なの？テレビやネットだけじゃねえ、新聞雑誌どこでも顔見るぜ。反対に怪盗お願いチャンネルの方は復活望むコメントとかまるでねえし。怪盗団は悪、指導や明智が正義。本当は逆さなのにね。メディア使った情報操作でしょ。明智には後で借りを返すとして、問題は指導だ。これまでパレスのキーワードを分からなかったことはあるの？双葉の時ね。双葉のこと知らなすぎて想像するしかなかったから。だったら指導に直接会ってみればよくね。無理でしょう、 SP や取り巻きに囲まれてるし。高校生がアポを取れるわけもないしな。大人っていや、そこに。いえ、さすがに無理よ。それに危険すぎる手だわ。困ったね。騒がしいな。四軒茶屋駅前にお集まりの皆様。選挙か？ああ、今って選挙中だから。お騒がせしています。指導正義でございます。今、指導っつったよな。いったいった。てか今回はラッキーだろ。これならアポなしでも顔を拝みに行けら。おい、リュウジは駅の方に走ってったぞ。こっちだ、急げ。ところでお前、何かあったのか？さっき顔色が悪かったが。